社会寄生虫のトゲあり第1弾第2弾に続いて、寄生に挑戦する様子をお届けしたいと思っています。前回第2弾ではトゲありの女王が胸アカオワリの女王のいるコロニー中心部へと寄生を試みました。結果はワーカーに気づかれて攻撃を受ける形となり、最終的には胸アカオワリのコロニーから、一時離脱をするという結果になってしまいました。トゲアリの女王は無事に救出することができたので、次の作戦を立てていきたいと思います。まずは、先ほどと同じ方法をもう一度試してみます。これは前回の寄生の際に、コロニー中心部への侵入は無事にできていたこと、そして胸アカオワリの女王に、接触を、4回繰り返すうちに徐々に、ワーカーに、気づかれてしまったという経緯があったので、もしすんなりと、胸アカオワリの女王に、寄生行動を始めることができたら、もしかしたら成功するのではないかという、考えのもとに行いました。しかし結果は同様に、胸アカオワリの女王に、近づいてあと一歩というところで、やはり、ワーカーに気づかれて捕まってしまいました。これ現在今、ワーカー1匹に、足をつかまれている状態です。目前に胸アカオワリの女王がいるんですけれども、ここで捕まってしまったことにより、寄生の行動に移れなくなってしまいました。しばらく様子を見ていましたが、トゲアリが胸アカオワリのワーカーを振りほどくことができずに、徐々に、周りを囲まれてしまいました。そして状況が、徐々に、また危険な状態になってきたので、前回と同様に、やはり、一度離脱をさせました。これで2度目の配送です。では次の方法を試したいと思います。次の作戦は、先に女王に寄生をさせるというものです。これは、胸アカオワリの女王に到達する前に、ワーカーに取り押さえられてしまったという、過去2回の状況があったので、取り押さえるワーカーをまずは取り除いて、女王1匹のみに、接触させるという方法になります。まずは胸アカオワリの女王を1匹取り出して、低温のもとにさらしました。低温は、1桁の温度ぐらいですねに、冷やした状態になるんですけれども、野外で言えば、越冬中の枯れ枝の中とか、そういった場所と同じような温度になります。2、3度といったところでしょうか。でこの温度になると、胸アカオワリは、ほぼ仮死状態になります。これ全く動いてないんですけれども、胸アカオワリの女王は、これまだ元気に生きています。ただ、低温なのでほぼ動きません。この間に、トゲアリの女王に、寄生を、進めてもらって、うまくいったら、女王の匂いをまとってコロニーの中心部に、入っていけるのではないかという、目論みのもとに、こういった作戦になっています。そしてですね、すぐに、トゲアリの女王は、匂い付け行動に入りました。胸アカオワリの、女王の体を触って、自分の体に匂いを、なすりつけています。そして、胸アカオワリ女王への、匂い付け行動が進んできたので、胸アカオワリのワーカーを1匹追加しました。この状況で、胸アカオワリのワーカーが敵対する行動を、取るのかどうか、それも見極めたいところです。
トゲアリの女王は、しかし変わらず、胸垢終わりの女王から匂い付け行動を、続けています。匂い付けの行動は、基本的に前足、の2本を使って行っています。すごく器用に関節が、曲がりますね。で前足の、先端の方ですね、黄色い、これ毛だと思うんですけれども、これが見えます。おそらくですね、匂い付け行動をするために、こういった毛が、特に前足を中心に生えてるんじゃないかなと、思っています。まあ、こう見ても、黄色っぽい金色っぽい毛が、前足に生えてますよね。まあ、こういったものを使って、胸垢終わりの女王から、匂い成分、それを、自分の体にこううまく、ブラッシングしてつけている、行動かと思われます。そして匂い付け中は、今、見えるように胸垢終わりの、首を捕まえて、しっかりと組みついているような状態ですね。これで行っています。胸垢終わりのワーカー1匹と同居させても、特に、問題はなさそうです。じゃあここから、さらにワーカーを増やしていきます。アイデアとしては、このようにワーカーの数を徐々に増やしていって、ある程度増えたところで、本体に戻すという、作戦です。胸垢終わりの女王、そして胸垢終わりのワーカー、たち数匹ですねと、うまく馴染んだ、状態であれば、コロニーの中心に戻した時に問題は起きづらいのではないかと考えています。ワーカーが今これ5匹になった状態ですね。しかし変わらずトゲアリの女王は胸垢終わりの女王にしっかり組みついて匂い付け行動を続けています。胸垢終わりのワーカーからの攻撃も特にこの時点では起きていません。トゲアリの女王は、時折、胸垢終わりの女王から離れて、歩き回ったりしていますが、またこのように、戻ってですね、再び匂い付け行動をしていきます。こういった行動を、延々と繰り返すような状態になります。そして今度は、胸垢終わりの女王の下に回って、トゲアリの女王が、組みついています。これですね、よく、寄生の成功例として見るのは、下からですね胸垢終わりの女王の首に、噛みつくという、状態なんですけども、この状態は首ではなくて口元を、なんか探っているような、状態ですね。目の前に、ペンチのような胸垢終わりの強靭な顎があるんですけれども、この顎で噛まれたら、トゲアリとしてはもうひとたまりもないんですが、ただもう口元をこう、遠慮なくこうガンガン触ってますね。ちょっと見てると怖いんですけれども、やはり、匂い付けが続いているようです。そして本来であればトゲアリ女王がこの後胸垢終わりの女王を仕留めるという、行動に移るはずなんですけれども、そこにはまだ移行しません。しかし攻撃をされる様子は全くなく、一見馴染んでいるように見えます。そこでさらに、胸垢終わりのワーカーを追加してみることにしました。この追加で胸垢終わりが合計10匹、ワーカーが入るということになります。
しかし、合流をさせてしばらくすると、トゲアリが、左の柱脚を失っていました。真ん中の足が、切断されています。こういったダメージを与えることができるのはワーカーでは無理なので、おそらくどこかの時点で胸垢終わりの女王に噛まれたものと思われます。ワーカーが10匹になってから事態が変わってきました。そして一晩明けるとトゲアリの女王は死んでしまいました。今回は胸垢終わりから直接匂いを奪う行動もできた状態だったんですけれども、それでも寄生はうまくいきませんでした。トゲアリの女王にとって寄生の際の大きなハードルになるであろう胸垢終わりの女王を取り巻くワーカーや、そのワーカーの数、それを、取り除いて一つずつ段階的に寄生を、進めていたつもりなんですけれども、やはり、寄生のハードルは、高かったですね。そしてトゲアリの、この過酷な、生態もさることながら、胸垢終わりが、こう騙しに来るトゲアリを、確実に感知して防御するという防御力の高さも印象に残りました。ということで今回はトゲアリの寄生チャレンジ、失敗には終わってしまったんですが、寄生の過程での行動をたくさん観察することができました。トゲアリの寄生の難しさは、毎年のようにトゲアリの生息地で繰り返される無数の新女王たちの結婚飛行、これにもかかわらずクロオオアリやムネアカオオアリがいなくならない、これが一つ難易度を示唆しているのではないでしょうか。これからもトゲアリの寄生について理解を深めていきたいと思います。